はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、マゼラタイタン閻魔大理事長ゲットできましたでしょうか。今回のイベントはね、ほんとガチャゲーです。ここまでのガチャゲーはね、今までになかったんじゃないかと思います。まあ何回もあったかもしれないけどね、忘れちゃいましたよそんなことは。今回はね、ガチャから学校が閻魔がゲットできればスムーズにね、イベントは進むわけなんですが、ガチャから特攻が引けなければほぼほぼやることはありません。まあ、ただね、イベントの後半追加要素で激変するんで、ここでちょっとワンチャンあるかなとね、期待しています。今日はね、イベントの追加要素、何があるのか、どう変わるのか、このあたりのね、話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。追加キャラは、さあ皆さん、追加キャラあると思いますでしょうか。今回の妖怪大辞典の追加は9体でした。ダブルゼーターの豪傑族、学校が閻魔、ダブルゼーターの王族、閻魔大理事長、 Z ランクマゼラタイタン、 Z ランクヌラリ師匠、 Z ランクの王族、これまだ出ていないよね。ということは追加キャラあるんじゃないの。閻魔大王 Y 学園、ランク Z、 種族は王族です。必殺技は中央の妖怪プニを消し玉を作る。この玉はね、プニに変わるタイプの玉です。スキルは6サイズ以上のプニを消すと HP が回復する。特殊能力はマゼラタイタンに対してダメージ特大です。来たよ来たよ来たよ。チャレンジステージでダメージアップとダウンの両方があります。入手方法は1月9日の追加ガチャじゃないかなと思います。エマの体に宿っている妖怪たちを滑る若き大王、生体エネルギーを回復しながら妖魔界を滅ぼした敵への反撃のチャンスを伺う。もうね、閻魔大王プニプニで何体出てきているんだ。そして今回 Y 学園タイプということで、もう見た目はね、そのまま閻魔大王なんだけども、まあ特殊能力がね、モリモリということで、ちょっとこれはね、期待できます。閻魔大王 Y 学園と同じ必殺技なんですけども、まあランク Z 以上のキャラでは覇王支援、中央の妖怪プニを消し覇王玉を作る。コマミサンタ、まあつい最近ね出てきたぶっ壊れなんですけども、必殺技は中央の妖怪プニを消しメリクリ玉を作る。仮面ライダークーガアルティメットホーム、発火玉を作る。妖魔血鬼ヌラリヒョン、吸血玉を作る。まあ作る玉の名前こそね違いますけども、まあ同じような必殺技と。同じ回復タイプのスキルを持つキャラとしては、妖魔血鬼ヌラリヒョン、ランクダブルゼータ。スキルは技を使うと HP 回復、自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい。まあ少し違いますけども、まあ回復スキルということでは同じでしょう。鬼ひな主家、スキルは一定時間持続的に回復、自身のデカプニが降ってくる。超妖魔聖金、スキルは自身のデカプニを消すと HP が回復する。まあこのあたりはね、全く同じスキルかなと思います。プニ椿姫、スキルは自身のデカプニを消すと HP が回復する。まあ正直ね、このスキルはね、あまりね使う機会がありません。まあ最近だとね、気まぐれゲートでまあ唯一ね使うことがあるかなっていう気がするんだけど、まあそうは言ってもね、正直気まぐれゲートでも効率悪いのであまり使いません。今回の目的は、さあ皆さんの目的は何でしょうか。ちょっとねこれ非常に聞きたい。人それぞれね目的は違うかと思います。一般的に言えばね、ダブルゼーターの学校が閻魔をゲット、ダブルゼーターの閻魔大理事長をゲット、ランク Z のマゼラタイタンをゲット、まあこのあたりがね目的かなと思います。僕の目的が何かって、当たり前じゃないですか、西澤さんをゲットに決まってるだろう。達成しました。今回の難易度は、さあ皆さんのね難易度も教えてほしい。僕にとってはですね、もう超難しい、おそらく今年一番ね難しいイベントじゃないかなと思います。
リゲルハードゲイの HP なんですけども、レベル1から50まであってだんだん上がっていきます。ここでちょっとね注意してほしいのが、レベル40からレベル50までの HP、 ここはですね非常に急激に上がります。レベル40の時点で HP5000 だったのが、レベル50の時にはHP が2万になってます。おいおい、どういうことなんだ。特にですね、45からレベル50まで、ここはね、HP2000 ずつ上がってるんで、45で HP1 万なんだけど、レベル50では2万なんですよ。だから一気にここ2倍に上がってる。だからね、ここ要注意。だからレベル40以降はですね、普通に倒すのが難しくなってくる。ここはね、ちょっと罠です。グラフで書くとこんな感じ。ちょうどですね、サラリーマンのね西澤さんをゲットしたあたりから、こう二次曲線的にねぐわっとね HP 上がってきます。40まで簡単だったから50もいけるだろうと思って安易に進めていくとハマります。ハマってます。マゼラタイタンの HP なんですけども、まあ、過去のプニットショットのキャラシュカ・リンネとね比較して見ていきたいなと思います。こうやって見ていくとレベル6までは今までとだいたい同じぐらいの HP かなと思います。ただレベル7でですね、今までは HP16 万でした。それが一気に22万に上がっています。まあ、今までもエグかったんだけど、それより一段とエグくなっている。ちょっとこれはどうなのって思うけどね。そしてレベル8でさらに一気に倍以上の48万、これはね今までにない HP ですよ。そしてレベル9は62万ということで、ここももちろんね過去最高の HP ということで、難易度はむちゃむちゃ上がっています。グラフで書くとこんな感じ。もうレベル7からねえぐいです。とても特殊能力持ちキャラがないと倒せる HP ではありません。ヌラリヒョンがあればなんとかですねレベル7ぐらいは倒せるような気がします。ただレベル8、9となると、まあ、学校がエンマがいないとおそらくこれはね難しいんじゃないかなと思います。まあ、仮にねレベル8倒せたとしてもレベル9まで倒せないとさマゼラタイタンもらえないんで、あまり意味がない。だったらレベル7で止めておいた方がいいのかなっていうね気がします。Y 学園エンマプニットショットの特殊能力持ちキャラ一覧なんですけども、リゲル HG とのプニットショットでダメージアップが友道くんとスパルタ教師と、まあ、この2体。マゼラタイタンとのプニットショットでダメージアップが学校がエンマ、ヌラリヒョン、エンマ Y 学園。これがですね追加ぶっ壊れできます。まあ特大ダメージなので、まあ学校がエンマとね同じぐらいのダメージが出るんじゃないかなと思います。そして一応宮沢さんもね特殊能力持ちということなんだけど、まあでも宮沢さんでいけるのはですね、まあせいぜいレベル7ぐらいかなと思ってます。まあそれでもね強いけどね。元気ドリンクは何本、 Y ポイント交換が7本、お助けパワーが1本、勝利後のご褒美が1本、イベントの試練は今回ありません。勝利後のご褒美は無制限、これねあまり落ちません。まあそれでもね、まあお助けやってると3本4本ぐらいは落ちましたけども、まああまりね期待できない。合計はですね今回9本ということで、これは前回12本だったんで、まあ従来比マイナス3本ということで、ちょっとね減らされてる感がある。まあ HP 増やすけど元気ドリンク減らすのはどうかと思うけどね、もうちょっとね配布してほしい。強敵ミケッティオ、皆さんミケッティオ倒せましたか？これね激ムズだよね。まあ激ムズって書いてありますけども、今回ギミックがね非常にいやらしい。反撃、必殺技の効果無効、フィーバーゲージ吸収、お邪魔玉ということで、まあ何でもあり状態なんだけど、一番ね僕が厳しいと思うのはフィーバーゲージ吸収かなと思います。フィーバーゲージの吸収がなければ、まあなんとかね早くフィーバーに入ってなんかワンチャンありそうな気がするんだけど、このね吸収はえぐい。とてもねフィーバーゲージたまりません。まあただ今回はですね1回勝てばね閻魔大理事長がもらえるので、まあ、そこが今までとね違うとこかなと思います。だからワンチャン勝てばいいんですよ。
僕が持っているキャラで一番勝てそうだなと思ったのはモンストコラボのルシファーとこのリンネを使って早めにフィーバーインして、まあ、あとは暴走キャラ連発、これがね一番勝てそうかなと思ったんだけど、あとちょっとあとちょっとがね勝てないんだよね。だから運営うまいよね。なんか暴走キャラがね揃っていて、まあ、暴走リンネ持っている人は、まあ、フィーバータイム入れなくてもね勝てるらしいんですけども、僕はですね暴走リンネ持っておりません。そうするとやっぱりですね特殊能力持ちキャラ、これを使わざる得ません。学校がエンママゼラタイタン、エンマ大王 Y 学園なんですけども、特にですね学校がエンマ、これがね、まあ、ダメージアップとダウン両方あるし、さらにフィーバーゲージ吸収カットがあるんで、まあ、学校がエンマがあればなんかワンチャンありそう。お邪魔玉に関してはねまあなくなったところでみたいなのがあるんで、そう考えるとマゼラタイタンあったところで、まあ、フィーバーゲージ吸収でやられてしまうっていうね、そんな感じがします。なのでやはり今回は学校がエンマがね重要な鍵となってくる。今回のキーマンはですね学校がエンマ、これじゃないかなと思います。まあ、必殺技大量プニ消し、スキルがね技ゲージが溜まった状態でスタート、まあ、この組み合わせもねさることながら特殊能力がですね半端ありません。チャレンジステージでの特殊能力、そしてプニットショットでマゼラタイタンに与えるダメージのね特殊能力と、もう全部入りです。だから正直ね他のキャラいなくてもね学校がエンマさえあればなんとかなる。逆に言うと学校がエンマがなければ現状はね何もできません。エイリアンウォッチ来ましたね。この復刻はね非常に嬉しいかなと思います。エイリアンウォッチはですね、まあ、Y 学園のキャラに対する妖怪ウォッチ3種類あるわけなんですけども、エイリアンウォッチは攻撃と HP が 25% アップする、 UR ウォッチは HP が 30% 攻撃が 20% アップする、 UR ウォッチガイは HP が 20% 攻撃が 30% アップするということで、非常にねエイリアンウォッチバランスが取れているので、まあ何か一つ使うとしたらやはりこのエイリアンウォッチが使いやすいんじゃないかなと思います。エイリアンウォッチの作り方なんですけども、まあ今回ね難易度的にはどうなのか、前回はですね難しいのがエイリアンベルト、これがですね隠しステージの強敵を倒さないとゲットできません。エイリアンカバーはですね、まあ、お宝集めで解放してねゲットすることができました。今回はですね、まあ、難しいのはやはりこのエイリアンカバーかなと思います。エイリアンカバーがですねプニットショットでマゼラタイタンに10回勝利ということで、ただでさえ強いマゼラタイタンをね10回倒さないといけない。まあ、その他のパーツはですね、まあ、普通に集めれるかと思います。だからやっぱりそういう意味でも学校がエンマがいないとちょっと厳しい。エイリアンチップ宇宙のかけらのドロップ率アップは Y 覚醒ジャンボ友道くんにねついてます。まあこれはなくてもですね頑張れば集めることはできるかと思います。もちろんねあれば非常に楽なんですけども。妖怪学園 Y のガチャスケジュール確認していきましょう。1月1日イベント限定キャラ学校が Y の出現率アップ。学校が Y がですね、まあ、限定復刻ということで特殊能力持ち付きで来ました。1月2日から1月4日までイベント限定 Z&SSS の出現率超アップ、これね今来てます。1月5日から1月6日まで学校がエンマの出現率超アップ、ここがやっぱりガチャの狙い目じゃないかなと僕はね思ってます。1月7日から1月8日までイベント限定キャラの出現率アップ、ガチャスタンプ登場、ここがねちょっと読めないんだよね。前回のねイベントも変則的だったんだけど、いきなりイベント途中でねガチャスタンプのねラストチャンス並みなのが来たりねするんで、なかなかですね最近のガチャはね読めません。1月9日から1月11日まで Y 学園マンのねぶっ壊れ追加キャラが出現率超アップで来るんじゃないの。ここも狙い目だよね。じゃあ一体いつ回せばいいんだよ。
1月12日から1月13日まで学校が Y 復刻、またここで復刻してくるか。そしてダブルゼータの出現率アップ、ここも狙い目か。いや、ここまで待つのであれば1月14日から1月16日ラストチャンスということで、もう正直ね、ガチャいつ回していいか分かりません。気になる閻魔大王 Y 学園の確率なんですけども、まあ、前回のイベントのね、追加 Z のキャラコマミサンタがですね 1.6% できたんで、おそらく今回もね同じ確率 1.6% で来るんじゃないかなと思います。だからワンチャンあるよね、追加キャラぶっ壊れ。さあ皆さんはイベントの追加要素何があると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。以上、コナンでした。